はい、今ね、パティアにいます。パティアのビーチロード沿いじゃなくて、セカンドロード、セカンドロードにある、ところ今歩いてるんですけどね、セカンドロードなんかアイスを見つけてね、ちょっと探索してたら、ソイ6かソイル8の方でね、このアイスクリームで70バーツです。で、一応これレモン選んだわけね。美味しいですね。甘ったりやつがあんま好きじゃないですけど、こういう柑橘系ね、結構自分好きですけどね。たまにこうやしかり食べます。うまい。メニューもこんだけある。パッションフルーツとか、ストロベリー、レモン。あと甘ったりやつも結構あるんですけどね。だからいい感じです。例えばビーチロード沿いのビスクグランドリーチってここに一枚ってなるんですかね、その前です。